美ホロ峠の標中美ホ峠は、北海道網走郡美ホ町と、川上郡手鹿賀町の境にある国道243号の峠。オホーツク総合振興局と釧路総合振興局の境界にもなっている。1920年開通。阿寒魔州国立公園内にあり、眼下には日本国内最大の火山湖である、屈舎路湖のパノラマが広がっているほか、 阿寒の山々が一望できる、継承地でもある。ビホロ峠は、東西2 9トル南北2 0トルの規模がある、屈ャロコのカルデラの外輪山の西園に位置する、標高5 2 5ルの峠である。峠を越えていく国道243号は、北はビホロへ、南はテシカガへアクセスする。冬季閉鎖はないが、 手カカ側の国道はカーブが多く気象条件によって走行環境が著しく悪化するため峠の頂上部から 11.2km は特殊通行規制区間となっている。屈舎ロコから吹き上げる風を遮るものがないことからパラグライダーやハンググライダーなどのスカイスポーツは行われる。道の駅ぐるっとパノラマ。ビホロ峠峠,峠の頂上部には道の駅ぐるっとパノラマ。 ビホロ峠があり、アゲイも焼くマザサを使ったメニューなどがある。標高525メートルのビホロ峠展望台は眺望スポットとなっている。世界規模では第2位の大きさ。ありがとうございます。